はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回はこちらですね、J クエリを使ってですね、トップへ戻るボタンを作る方法というふうになっておりますね。まあ、まずですね、トップを戻るボタンってですね、まあ、HTML と CSS で作れるってことが、まあ、大事なんですけども、それにですね、J クエリっていうのを使って、こうふわっとね、ちょっとこう初めて出てないけど、ちょっとスクロールしたらこうふわっとトップへ戻るボタンが出てくるというものをですね、やっていきたいと思います。はい、それではですね、早速やっていきます。まずなんですけども、まあこれ何の変哲もないですね、まあ、HTML があるわけですよ、ね。でこれを見てみると、実際どうなってるかっていうのをちょっとお見せしますね。じゃじゃんと、じゃじゃんと、はい、こんな感じになってますね。こんな感じで、ここにトップへ戻るボタンを今から入れていきます。はい、まずですね、まずボタン作りますね。まずね、ボタン作りましょうね。 HTML のどこでもいいです、本当ね、どこでもいいので、ちょっと適当に、そうですね、まあ、メインの後、まあ、フッターの後にでもちょっと入れときましょうかね。メインの後がに入れておきましょうか。またリブ作ります。リブね、トップへ戻るボタン、リブ作ります。この中に A、ね、リンクを入れます。でリンクにトップって書いておきますね。トップ、はい、これでですね、トップへ戻るボタンはできました。ここに入ってますね、トップって書いてるね。でこれに、よいしょ、トップへ戻りたいので、これで戻れるかな、よいしょ、はい、あ、ダメだね。まあとりあえずちょっとシャープのままにしておきましょうか。あの URL 入れるなりなんなりになるんですが、まあ、これでね、トップに戻るというふうなのがとりあえずできてます。はい、でこれを次ですね、装飾します。デザインにしますね。デザインにする方法はここね、CSS に対してまず GoTop ね、もうこれ作ってるのがあるんで持ってきますね。 GoTop、 はい、 GoTop、 GoTop AGo トップ A ですよ。ね、まあ、Go トップっていうもので、ポジションフィックスっていうのをしてあげる。まあ、これちょっと後にしましょうかね。これとりあえず後にして、Go トップの A で横幅、縦幅作ってですね、それを、ね、50%、ボーダーラディウス 50% で丸くしてるんですよね。丸くしてる。で、文字を一応横、上下中央、ね、左右中央、上下中央にしてあげて、終わりみたいな形なんですけども、こうするとこうなりますね。はい、この作り方がね、分かんない方はまたちょっと見てもらったらいいんでしょうけど、ここら辺は分かりやすいですね。横80、縦80ね。でこのボーダーラディウス 50%、 ちょっとこれ外してみると少し分かりやすいかもですね。こうなってる四角でね、横80、縦80、これに対してボーダーラディウスを 50% って入れてあげると丸になるっていうことです。丸になる。ね。で、これを今度は GoTop っていうですね、囲ってる div に対してポジションフィックスっていうポジション使いますね。はい。で、位置を下から10ピクセル、横から20ピクセルだよってやったんです。だから、こうすると下から20ピクセル、横から20ピクセルの位置にずっとくっついてきます。まずはこれができれば僕はいいと思うんですけど、まあ、これができると結局ここのね、一番トップにいる時もこのトップが出ちゃうんですよ。ね、でここで JavaScript を使っていくんですが、まあ、JavaScript っていうのは動きですね。で動きを変える時にですね、まあ、jQuery っていうのを使うと JavaScript が簡単に使えるよっていうことで、jQuery っていうのをよく使うんですよ。ね、でその jQuery を、まあ、適当にね、インターネットとかで探したら出てくるんですが、このヘッドのな、ここに入れます。ヘッドのここね、ヘッドの中に入れます。ヘッドの中、ちょっとね、適当な位置にとりあえず入れますね。はいはい、スクリプトタイプ JavaScript ね、でこれが、まあ、CDN っていうやつでですね、JavaScript を入れるものになってます。はい、でこれでとりあえず JavaScript が入った
というものですね。読み込み完了、 CSS と一緒です。読み込み完了みたいな状態です。でその後にあのスクリプトを書いていくんですけども、そうですね、これちょっと適当、ちょっとボディのとこにでも入れときますね。はい、スクリプトね、でここで、ここの名前をですね、さっきの HTML のここの名前と合わせてあげてください。 GoTop ね、 Div クラス GoTop の GoTop とここを合わせてあげる。でこれドットを忘れないようにしてくださいね。クラスでつけた場合はドットなので、ドット GoTop っていうふうに書いてあげる。はい、それぐらいです。それぐらいで、あとはですね、これコピーしてもらったらいいとこなんですけども、はい、見ますね。よいしょ。そうするとこうやったら消えてなくなるでしょ。トップにいると消えてなくなって、ちょっと下にやってくると出てくるね。ちょっと下にやると出てくる、こんな感じ。はい、もうちょっとやると、まあまあこの辺詳しくやるとね、難しくなると思うので、例えばここをですね500とかにしてみますね。スクロールトップ500ね。そうすると、出てくるのがちょっと遅くなります、ね、出てくるのが遅くなるっていう位置ですね。これ変えてあげるぐらいはねやると思うので、はい、よいしょ、ね、はい、ということで今回は簡単にですね jQuery を使って、トップへ戻るボタンをですねとにかく実装したいという人向けにですねやっていきました。ということで今回は、ここまでにしたいと思います。結構ですね、なんていうの、検索したらやり方は載ってるんですよ。でやり方載ってるんだけど、それをどう実装していいかが分かんないとかですね、それを実際にこう動きで見たことないから分かんないって人が多くて、質問をいただくことが多かったので、今回はですね、コピペコピペでですねパンパンパンと入れていくだけで、できるものをですね、やってみました。あとはですね、検索等々してですね、見つけてそれを実装してみてください。一連の流れが分かればですね分かると思います。でこれね、流れが見ても分かんない人はもうちょっと手前からね、 HTML CSS の勉強からですねある程度はちゃんとねしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、まずはねそこからやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで今回はここまでです。はい、自己紹介また言ってなかったですね。もういつも言ってないんですよね。はい、簡単な自己紹介載せておきますので、興味がある方はどうぞね、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございましたね。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、合わせてご覧ください。